も皆さん、森のニーナです。今日の動画は、迷ったらこの美容液を買え、悩み別美容液を紹介していきます。美容液、基礎化粧品の中でも一番美容成分が凝縮されているアイテムなので、肌悩みがある時やっぱり美容液に頼ることが私は多いです。ミドスアに突入してから肌悩みの種類ジャンルが増えたんですよ。なので以前より美容液の使い分けのプロになってきたというか、最近ではアイテム選び大成功の傾向があって、おすすめのアイテムたちがあるので、皆様にも使っているものを紹介しようと思います。それでは始まります、スタート。最初の美容液は、美白が欲しい方におすすめ、ワンバイ構成のメラノショット W レギュラーサイズ。リニューアルされてもうすでに3世代目なんですよ。なのでもしかしたら今更紹介してもって言った感じなんですけど、個人的に最近使った美白美容液の中で結構衝撃的な良い出来事があったので紹介します。こちらはシミ、くすみ、美白ケアができる美容液です。キャッチコピーとして、瞬時に速攻ケア、シミの元を無色化っていうキャッチコピーなんですけど、めちゃくちゃ強くない？テクスチャーはこんな感じ。一見分厚いテクスチャーなんですけど、伸ばしてみると結構みずみずしいです。乳液っぽいんだけど、ジェルに近い水分感多めな質感で、だからなのかやっぱ水分系だと肌への馴染みがめちゃくちゃ早いんですよ。香りはフローラルと石鹸のような香りがします。口コミを読んでくとめっちゃ分かれるんですよ、効果があった人とない人で。私が思うに、こういうことがなぜ起きるかっていうと、やっぱシミの種類だったり、その人によってこの成分この人のシミに合った、この人のシミには合わなかったみたいなことがあって、なんか特にシミ改善に関しては個人差の分かれ方が大きいなって思いました。何がすごいって、私は目元周りのシミがちょっとできかけてたんですよ。それがちょっと薄くなったの。こういうドラッグストアで売ってるような美白美容液でそこまでの効果が得られるなんて私は生まれて初めてだったんですよ。だからすんごいなって思いました。もう人気なだけあるなって思いました。ただ乾板とかは私はあんま実感なかったかな。顔に塗ってみるとこんな感じです。塗り心地がめちゃくちゃいいんですよね。その他で言うと、くすみが改善した、透明感がすぐに出るっていうところで、成分の特徴としては美白有効成分に麹酸が入ってるんですけど、メラノサイトを作り出されるっていうのを阻止するらしいんです。それ以外にも広まらないようにしてくれるみたいな、とにかくシミができてしまう原因を根本的に防いでくれるっていうものになります。すでにあるシミを少しぐらい薄くするくらいだったら、この美白美容液でも叶うんじゃないのかなって私は思ってます。使用感的にはめちゃくちゃ保湿力があるっていう感じではないです。どっちかっていうと本当にちょっと軽めの保湿力の乳液っていう感じ。続いてこちら、フル C 28ml の2750円、毛穴ケアと弾力ケアが一緒にできるビタミン C の美容液です。1本で美容液、オイル、乳液、ビタミン C パックの4役ができるというオールインワンです。化粧水の後に使うものになります。テクスチャーはこんな感じです。かなりサラッとしています。化粧水とオイルを混ぜ合わせたような、そんな感じの使用感です。見えないんですけど、これ実はね、ヒアルロン酸でできてるカプセルの中にいろんな美容成分とかが入っているので、塗る直前までそのカプセルは弾けないので、とても新鮮な状態をキープしたまま使えるっていうところがこの美容液のいいところです。でね、これマジで匂いが良くて、柑橘系のアロマのような本当にリラックス効果のある香りです。はい、こんな感じです。見て、めちゃくちゃ綺麗。購入したいきさつとしては、 LDK の雑誌で毛穴に特化した美容液の中で1位を獲得してたんですよ。2750円で毛穴ケア部門1位っていうところで引っかかって試しに買ってみました。成分の特徴としては、ビタミン C の誘導体が入ってるんです。浸透性がすごく高く、肌の奥で効果を持続的に長時間発揮させてくれる安定性の高いビタミン C、 そしてその他にエルゴチオネイン、ビタミン E の7000倍もの抗酸化力があるアミノ酸、その他にバイオベネフィティ、毛穴の引き締めだったり皮膚の弾力を高めてシワとかたるみにアプローチをかけてくれるっていう成分です。私はこちらを使っていて、それが一番実感しました。フルーツ由来の美容成分を凝縮した、アセロライキス、グレープフルーツエキス、
ゴ幹細胞エキス配合で、こちらが透明感というものを出してくれる成分です。で、ビタミン C って肌に刺激を感じやすいものだったりするんですけど、界面活性剤、パラベン、アルコール、合成香料、合成着色料、シリコン、高分子、合成高分子、動物性の成分も一切使用してないっていう肌に優しい8つの無添加処方によって、ビタミン C 以外肌に刺激がありそうなものを十分に排除してくれたので、季節の変わり目敏感になりやすい時にも私は使いやすいなと思いました。使用後の実感で言うと、開き毛穴、特に頬に関しては効果があった気がします。メイクして時間が経ってくると、毛穴部分にその下地だったりちょっと浮いてきちゃうんです。でそういうのがなく長時間つるっと感が保ててたんですよ。その他感じた効果で言うと、洗顔後の透明感のある肌が日に日に増していった感じ。あと翌朝もっちもち、毛穴美白もちもち透明感以外にもつるっとしてるんですよ肌が。すごくない？2750円なのに。開き毛穴、たるみ毛穴、くすみ、肌のザラつき、これも改善しました。あと肌の引き締めを求めてる方にとってもおすすめの美容液です。続いてのアイテムはこちらのメディキューブトリプルコラーゲンセラムです。弾力の衰えを改善させてくれる美容液です。乾燥によってメイク崩れしてしまう方におすすめっていうのを聞いたっていうのがきっかけで試しに買ったんですけど、もうメイン の効果のその弾力感っていうところに驚いて、とってもお気に入りのセラムになりました。テクスチャーは少し透明度のある乳液のようなテクスチャーです。少し厚みのあるジェルのようなテクスチャーです。伸びはとても良いです。浸透もすごくします。香りはちょっと年齢層高めの化粧品のような香り、好みは分かれるかも。なんでこちらを今回入れたかっていうと、去年タイの旅行の時にこれとパック持ってってたんですよ。そしたら日本にいる時よりもめちゃくちゃ肌の調子が良くなって、張りのあるしぼんでないお肌っていうのを体感できたんですよ。あーほらほらほら、すんごいのもっちもち。ビフォーアフター、すごくない？マジ鏡。成分としては水分保持だったり、あの保湿力を高めてくれる成分としてはヒアルロン酸、肌の免疫というか調子のいい肌を保ってくれるためのセラミド、肌の保護バリアを強化してくれるものになります。あとはコラーゲンの生成を促してくれるようなペプチドも入ってます。メインとしては3種類のコラーゲンが入ってます。エステ行った後、ピーリングとかイオン導入してコラーゲンとかハリを出すような施術をした後みたいな触り心地、時間経過後も全然乾燥しない。続いてドクター K ABCG リペアセラム、リニューアル前から使っていたんですけど、リニューアルされてお値段据え置きのまま 5ml プラスされてちょっとお得になって新登場しました。毛穴、ニキビ跡、エイジングケアができる美容液です。あとは角質ケア、肌のターンオーバーを遅らせない手助けもしてくれる美容液。リニューアル前はスポイトタイプだったんですけど、今回チューブタイプ×ポンプ式になってより使いやすい容器に変わったなと思います。ちょっと多めに出してしまったんですけど、テクスチャーはこんな感じで、美容液なんですけど乳液っぽい感じです。とっても滑らかでしっとりしていて軽い質感になってます。伸びがとても良いです。この美容液のお気に入りポイントはこの吸収性の速さ、馴染み切るまでがすごく早いんです。で香りは柑橘系、お肌に塗ってみます。乾燥してちょっとザラッとした部分でさえも塗った直後から皮膚の表面が瞬時に柔らかくなってしっとりするので、ザラつきとかそういう肌のトラブルが直後からもちょっと改善される。というのもレチノール、ビタミン C などが入っているんですけど、プラスアルファでグリコール酸が入っているので、肌を柔らかくしながらビタミンなどの成分を届きやすくしてくれるっていう仕組みになってます。はい、こんな感じです。もうやばいの、この辺とかも塗るとわかります。リップクリームでザラザラだったのが塗った後にしっとり赤ちゃんプルンみたいになるじゃないですか。いいリップクリームを塗った時にそういう感じに、ガサガサザラザラだったお肌が理想の肌に変わってくれるというか、直後から肌の見た目が整うとやっぱ続けるモチベにもなると思うんですよね。めちゃくちゃ仕上がりしっとりするんですけど、表面に油分感とか水分とか一切残んないんですよ。完全に肌に浸透しきったような感じ。この上からメイクしづらいっていうことはないです。エイジングケアしたい、
ニキビ跡直したい、毛穴が気になるという方にはまず迷ったらとってもおすすめできる美容液です。ただもちろんレチノールが入っているので、あのパルミチン酸レチノールっていうんですね、少し優しめなんですよ。とはいえレチノールではあるので、いろんなレチノールを使って刺激があって使えなかったただれるのが怖いっていう方は、やっぱりちょっとレチノールは避けた方がいい成分かなと思います。この項目ではエイジングケアっていう項目で紹介しているんですけど、総合的な肌悩みに応じた美容液でもあると思います。続いてドクターディファレントのレチナールアイ&ネック用のレチノールになります。いつもねこれのビタリフトっていうのとフォルテ2種類をよく紹介していたんですけど、レチノールの効果を一番期待していいって思う美容液なんですよ。でこれはアイ&ネック用、ドクターディファレントの作った人が、奥さんがレチノールに弱い方だったんですよ。でそこでこのアイ&ネック用、刺激に弱い部位とかにも使える開発したんです。私は正直レチノールは低反応が出ないように久しぶりに使う時は乳液に混ぜながら使ったりするんですね。そういう対処法を今までしていたので、これと言ってめっちゃエアの出て辛いみたいな経験をしてないんですよ。なんですけど最近では久しぶりにレチノールを取り入れるときはもう一発目はこれから取り入れるんですね。本当に A 反応が出ないんですよ。 A 反応っていうのは赤みが出ちゃったりとかブツブツが出ちゃったりとか、かゆみ、ひどい時はちょっとただれちゃったりっていう副作用があるんですね。これがなんで起きてしまうかっていうと、もともとビタミン A っていうのは肌に備わっているんですけど、急に大量のレチノールを取り込んでしまうと肌が反応しちゃうんですよ。びっくりしちゃうんですよ。その影響でかゆみだったりってこの A 反応っていうのが出ちゃうんですね。小じわを改善、シワを改善する唯一の成分って言われてるぐらいエイジングケア効果が高いものではあるんですけど、その分取り扱い注意で副作用もあるような美容液でもあるので、初心者の方だったりどうしてもそういったエイジングケアの効果を取り入れたいだけど副作用とかが怖いっていう方には、まずこちらのアイ&ネック用のドクターディファレントのレチノールがおすすめです。今日は悩み別おすすめ美容液かっこ迷ったらこれを買えという動画でした。スキンケアでお肌を改善したい時だったり、理想の肌に近づくための基礎化粧品の中で一番有効なアイテムが美容液だと思うので、ちょっと私にとっては特別な企画だったんですけども、楽しんでいただけたでしょうか。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。